そしてオーガです。カカこんにちは、キヌです。ガーングルからこんにちは、ノアです。はい、ということで今日はね、タイに来てるんですけど、本当は6人いてネオユナもいるんだけど、こっから自由行動でネオユナはね、ショッピング行ってるの。そうで、うちらは海に来た。そうめっちゃ場面。でもね、飛行機までちょっと時間がないので、パパパッと遊んでいきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ヒビゴヒビゴ早くしたい。ヒビゴ早くしたい。うわーすごい喉が渇いたのでジュース屋さんに来た。フルーツジュース、ラーマルはマンゴーシェイク、ユンはココナッツの実のジュースを頼みました。楽しみ。ラーマルがね、この鳩を見て猫って言いました。猫って言いかけてた。しばらく鳩のね、名前が思い出せなかったみたいです。猫この絹も呼んでみんなで飲みます。めっちゃ飲んだんね。何にする何にする？美味しそう。頼みます。塩はまだ。100%パイナップル。レッツゴー。たまんないの。こういう人は真顔よ。何も聞いてくれ。ユンのココナッツジュース、ラーマルのマンゴーシェイク、切るよ。いくよ。すごい。Thank you。はい、ってことでね、ココナッツジュースを手に入れました。やったー。美味しい。ココナッツの生ジュースが飲めるなんて夢みたい。一緒にね、海に入ろうと思います。やばいよ。波がめっちゃ波高くない？ない。もうだからさっきすごかったもん。ね。めっちゃ来てるから。あ、もう高いね結構。高いね。高すぎて。でもキズ泳げるから。助けてもらう。じゃあこんな感じでね。タイに来れて、こんな綺麗なね海で遊ぶことができました。今日一緒に来てたこのねチャンネルも概要欄に貼ってあるので、よかったらチェックしてチャンネル登録してあげてください。みんないい子だからね。じゃあ終わり。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録もさせてお願いします。手が砂だらけ。以上、ユンでした。それでは皆さん、今日も一日お疲れーション。バイバーイ。ホテルに戻る。で、これから日本に帰ります。